ニュースポスト7です。逃げるは恥だが役に立つで出会った星野源さんと新垣結衣さん、再び2人が関わるプロジェクトが進んでいるようです。映画関係者によると、来年同じ映画の仕事をするのではと言われているんです。子供向けの超人気作品ですとのこと。作品は図書館では常に順番待ちの小学生に絶大な人気を誇る児童書が原作とのこと。結婚後初の共同作業が期待されますが、残念ながら共演ではないそう。星野さんは主題歌のオファーを受けており、現在前向きに検討しているそうです。ニュースポスト7。